まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります一度開いて角をてっぺんに向けて折ります裏返して反対側も同じように折ります これを上から開いて三角に折り替えます。角をその角をてっぺんに向けて折ります。これを開いてこのように折り替えます。 反対側もここからこう、真ん中の筋を合わせてつぶします。こんな感じです。これを横にして、下を1枚めくります。これを筋よりもやや斜め上に向くように折ります。こんな風にやや斜めに折ります。 戻して上も下ろして先ほどと同じようにやや斜めに向けて折ります戻してこんな感じです次にこの部分を90度近く開きます根元から90度近く 開きますこれをここに合わせて半分に折ります反対側も同じように半分に折りますそしてこれを戻しますこんな感じです次に右の角を裏から 真下に折り下げます。左の角も同じように。裏から真下に。折り下げます。次に。突き出た角を。さらに裏に。折ります。反対側も同じように。裏側に折ります。 これでカーディガンの完成です。